失礼します。暑いですね、この部屋。いや、こんぐらいがちょうどいいんですよ。どうしたんですか？何でこの暑い部屋にいるんですか？いや、私だって暑くなくて、逆にクーラーつけるとすごく寒い。もしかしてだけど、それって寒気ですか？寒気です。布団までかけてます。こんな暑いのに足開いて。汗はかくんですけど、寒いんです。それってもしかして風邪ですか？はい。熱測ってもらってもいいですか？はい、やってみます。さっき測ったら 37.5 度。見ましょう。本当に上がってたらやばいぞ。忙しいですからね、あなたの夏休み。お願い、お願い。36度5分。目の瞬間いきます。せーので、73度です。ありがとうございます。ちなみに昨日の夜は38度3分ぐらいありましたね。で、朝下がってたんですよ。めちゃめちゃ元気だったんですよ。で、化粧してちょっと出かけて家帰ってきたらやばいことになってた。またクーラーでやられましたね。多分クーラーですね。今うーちゃんも咳してるんですけど。そうだよ。フラフラしてたんですね、ずっと。で、食欲も全然なくて、結構なんかもうだるい感じだったのよ。でも夜まで、ね、絶対熱なかったの。でも夜寝てる時にパッて目覚めたらめちゃめちゃ暑くて、わかるじゃん、熱の時の暑い感じって。で、やっばいと思って、で、ママのこと起こして確かめさせたらやってみつかってって感じなんですよ。明後日から鬼の忙しさになるんですよ、あなた。なんで絶対に治してもらわなきゃいけないので、どうにかして看病したいと思います。で、まず栄養ドリンクと消化にいいもの買ってきます。お腹空いてないですよ。とりあえずお腹空いた時のために薬飲まなきゃどうにもなんないんで。フルーツ食べたいですね。ふえちゃん、また映るからさ。こっちから映ったんだよ、こっち。まあそれはそうかもね。フルーツですね。あ、フルーツがいいです、一番。あと、マスクなんで外したんですか？人に迷惑かけるんじゃねえ。ちょっと喉痛いなと思ったから、マスクつけながら寝てたのよ。結局取ってた。うん、だからやめて。ちょっと裏返しにして使おう。じゃあ、バイバイ。あんたは病原菌なんだ。触ってみなさい。ダメ。ちょっと買ってくるね。お願いします。ブドウ大好きだからブドウ買ってあげるそうです。はい、食欲ないと言ってたので、はい、紫だからね、大好きな紫を買うそうです。これも買います。これは薬ですね、風邪の、はい、これを買います。ヨーグルトです。アロエのヨーグルトです。帰ってきたよ。何携帯実は寝てなきゃダメでしょ。薬買ってきて、まずこれを飲んで元気になってください。20分くらい前まで37度3度だったのに、今で37.6度だな気がするよ。せーの、38度1。さっきより上がってる。ちょっと早く飲んで、早く飲んで、マジで治さなきゃ大変ですよ。でもね、風邪の時ってね、一番ね可愛いんだよ。今の状態言ってやろうか、うん、めちゃめちゃ可愛くない？ボッサボサ、お化け。なんでこういうタイプにわざわざしたの？罰ゲームみたいな感じで。エンタメ求めないでよ、人の風邪。うわぁ、絶対まずい。もう嫌い。せーの。ほら、美味しい。あ、鼻詰まってるから味全くしないわ。じゃこれでちょっとね、また一回寝て、フルーツとか買ってきたから食べてね。はい。そのまで寝ててお願いだから。うん、はい、さよなら。これはどうでしょうか、うん、ちょっと測ってみてくれる？はい、あのね、さっきはね、38.5度まで行きました。あ、大丈夫？ちょっと咳もしてなかった今。咳が出ちゃいました。これまずいな。さっきは絶対8度あるなって感じがして測ったのよ。今は薬飲んだから 7.4。 薬飲んで 7.4 か。ちょっと一回さ、おうどん作ったので食べてもらってもいいですか？あ、食べます。うわっ、お化け屋敷ので食べてください。いただきます。ちゃんと熱が出ても TikTok と Instagram の更新はしています。はい、撮っといたんだね、事前に。熱が出てるけど毎日投稿だから YouTuber 撮らなきゃいけない。でもいい企画です。あ、どうですか、そういううどん。美味しいです。あ、よかったです。ちょっと伸びてて美味しいです。毎日投稿なので、毎日投稿なので変化をつけなきゃいけないじゃないですか。あ、はいはいはい、なので風邪のひいてる人とかみんなに需要あるのかなと思います。みんな暗くない？みんな見えてる？これめちゃめちゃ見えてる、この水槽のおかげで。これがリアルですからね。うん、そうよ。もうなんかやばいもん、ほら見て、引きで撮るとこれはやばい。あれや、デスノエル。さっき 8.5 度出た時密着してくれればよかったね。いや、知らない知らない、 83.5 度出たこと知らなかったから。LINE でも言ってくれたら来たのに。でも、やだーって言われるから嫌なの。
映りたくないもんね。だって最低だな。最低だよね。心配はしてるけどやっぱ映りたくはない。小顔ベルトつけながら寝てた、ね、意味わかんないことしないで、危ないこと余計なことをしないで、ご飯食べて薬を飲んで早く寝てくれ。ねえねえ、アクエリとフルーツは？アクエリをね今ねハルト君に頼んでます。嘘でしょ。みんなさ祭りってんの今日。花火も見てる。今日も花火やってるね。ちょっと熱も下がってきたから食欲も出てきてよかった。食欲はあんのよ。じゃあフルーツ、フルーツ早く、そういう言い方しないで。風邪ひいてる人ってもうちょっとあれよ。え、待って、仮病じゃないよね。フルーツもらってもいい？あ、いいよ、全然いいよ。ごめん、じゃあ。うわ、触りたくない。粘菌がついた箸どうぞ。どれも言うだ、その言い方。フルーツ選択肢与えるね。ぶどうとメロン。どっちも食べたい？じゃあちょっと頑張って用意するね。こんにちは。何ですか？フルーツです。やど、なんかお化けみたいの映ってる、これ。え、怖い。受話器みたいな、お化けみたいな。本当に怖いわ。こちらなーに。さっきの横顔どう？全然影で映ってない。どこ影？ね、肉眼では影あるのに、カメラだと影ない、お化けだらけなんだ、ほら。はぁ、あ、びっくりした。病原菌きた。待って、めっちゃ美味しい。フルーツはね、いいんですよ。ブドウは最高。ふーちゃん選びましたね。だってね、ブドウが一番好きで、メロンが2番目に好き。ほら、あ、3番目。2番目はさくらんぼね。1番目はブドウブっつってんだろうが。したいんだよ。いや、気をつけて。ツバ飛ぶと。どう？お化けいっぱいいるかも。なんかいっぱい映ってるかも。今のとこお化けね。お化け。お化け2ついる。で、オーブみたいなの飛んでたからね。勘弁してるわ、して。熱出た時ってさ、すっごい嫌な夢見んの。今日はね、やっばいやつに告白される夢見たの。うん、知ってる人？知らない人。え？カメラだけ、好きです、好きくださいみたいな感じで言われて、ちょっと考えときますって言ったの。そしたら、行くところに、その人の影が見えるの。タクシー乗ろうとしたら、そこに一緒に入ってくる。で、ヤギがタクシーの運転手さんに、Google マップこうやって見せるときに、助けてって書いて、SOS してるところまで見えたから、なんかあったときに、大参考にしようと思いました。夢の中の。めちゃめちゃ怖がってる、この子。私にしがみついております。すっごい嫌な夢見んのよ。でも熱の時ってそうだよね。あ、これ終わった。うん、ブドウの方おかわりです。あ、もうブドウの方おかわりないのでね。じゃあちょっと寝ててくださいね。また様子を伺いに来るので失礼いたします。何？今寝てるところに来た。何ですか？何？しかも自分で BGM 流してる。これ熱下がってきたんだ、薬効いてきて。何やってるんですか、それ。ちょっと見せてください。 BGM をどっちがいいかと思って、ネタ系な感じの音源にするか。あ、もう近くやんないで、そんなにエモい感じ、元カノみたいな感じにするか結構迷ってて。元カノって誰の元カノにもなったことないくせに。うるさい。面白いね。ちょっと黙れよ。お前よ。こういう感じにするか、愛子さんみたいな感じの音源を使ってしまうか、こういう感じの音源にするか。絶対嫌だ。え、全然さ、音源で違くねえ。じゃあれは新喜劇の。新喜劇。うん。バカみたいだもんね。愛子さんとかの音源だったら楽しんでるみたいな感じになるけど、これは多分バカ、うん。どうしよう、迷うのこれ。あ、これ？あ、これこれ。そうだね、夏っぽいし、うん、あ、これにします。はい、ありがとう。これって私の意見いりましたかね？いりませんでした、ね、バイバイ、ブー。何ですか？ねえ、ゆうちゃんもこの子見習って。アレクサ、うるさいって言ってごめん。ちゃんとアレクサにも謝んな。さっき好きな人の順番発表してたの、ゆうちゃんが、うん、1位ママ、2位男、僕じいちゃんの好きな人ね。で、3位が山じい、4位が山じいのお母さんみたいなね、話をしてたの。全然ネネが入ってこなかったの、うん、そうね、あれネネはって聞いたの、うん、したらネネさ、臭いとかさ言ってくるからさ、だから9位ぐらいに入ってた。全然合ってない、竹じいよりも。ムカつく。は、竹じい、竹じいとか50年ぐらい合ってないのに。残念でしたね。そういうことするからでしょ、人と比べて。この子ね、アレックさんにね、うるさいって言ったんだって。そしたらね、無視されちゃったの、もうこれから。だから、すごい謝ってるっていうと。だから、あんたもそういう心を忘れずに生きろよ。マジで。そういうことするから9位なんで、ゆうぺるぺるべ。私の中の順位もね、8位だよ。あ、いいじゃん、だって私9位だもん。もっとゆうちの悲劇で、ひるひるべ。熱出してる。残念。あ、爪取れた。爪取れた。マジで
最低。これアンチ来る？またアンチ来るからごめんなさいって言って、アンチ来るよ。アンチ恐れない強い子だこいつは。じゃあね、普通に病人なの。何の話いきなり。ね、アレクサに謝ったこの子供。その子みたいにいい子じゃない。どう？その人大っ嫌い。15位ぐらいにしとく？もう100人にしとく。早く風邪治せばいいのにね、そんな元気なのね。あんたも治しなさい。どうしたんですか？6度8分です。やっと6度台に行ったぞ。これ多分夜中また熱上がって汗ダックダクになって朝多分下がってるパターンだと思います。ほんと？お願い、下がってますよね。だからもう早く寝てほしい。そのうるさいの。ガブルルルル。失礼いたします。おはようございます。体調の方はどうなってますかね？多分治りました。熱上がってみましょうか。速度4度です。はい、治りました。ママの予想当たりです。ほんとこれ、ね、油断したら、ね、そうなんだよね。うん、安静にしましょう。今日は買ったやつ持ってこようか。ゆうちゃん昨日ね、うん、ありがとうね。ウィンダンインジェンリン。ゆうちゃんが紫が好きだから。え、ほんとにさ、熱とかに効くやつ、うん、そうだよ。今治ってるから、ほら36度4分。パパも2日前に熱が出たのよ。で、クロアルスにするんだけど、薬飲んで鬼のように寝たら次の日には治ってたから、多分同じかなと思って。でも鼻水とかがね、また出たら嫌だからね、うん、もうちょっと安静にして無理せずやってくださいね。でもご飯いっぱい食べれば治るかもね。うん、あ、よかった。ということでね、はい、リアルな夏休みの1日具合悪かったよっていう動画でした。結構めっちゃ風邪ひくのね、喉痛いとか。でも今回は1日で治ってよかったです。また今日からたくさん遊びたいと思います。調子に乗ってると風邪ひくだよ、知ってる？朝日ちゃんの部屋まずめちゃくちゃ寒い。寒すぎてさ、具合悪くなるの当たり前ぐらいの寒さなのよ。そういうところから改善していこう。はい、これからは体調管理に気をつけて。ね、よかった。これからめっちゃ忙しくなるの、イベントとかで。から本当になんてよかった、マジで。あの、これから体調管理に気をつけて、普段お仕事とか遊びとか頑張りたいと思います。ということで、こんな感じで終わりだと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お届けに失礼します。